Yeah!
遥か連れ去った奴らは何？ああ、だとしたらここで準備する必要があるな。ジャカのことだ。何が待ち受けてるかわからない。桐生、準備ができたら声をかけてくれ。車で横浜。じゃあな。横浜へ向かう準備はできたのか？そうだな。 わかった。それじゃあ。そうか、ガキを奪ったか。いい、今中華街の本部に監禁してます。これで例のお約束守っていただけるんですよね。おお、お宅のジャカには30で文句ないやろ。30？じゃあ 島野さんは70ってことですか？いや、うちは50や。なら残りの20億は？おお、来たか。なら紹介するわ。これが五代目近江連合の寺田いう男や。以後お見知りおきを。錦山のアホからガキの情報を持ってきたが、この寺田や。 残りの20はこいつんところや。そうでしたか。それはそれは。錦山のガキや、まだまだ極道の怖さ知らんで、年が20も下のガキに出し抜かれるかっちゅんじゃ。<笑> ラウカーロンか。ジャカまで絡んでくるとはな。はあ、大丈夫だ。キリュウ、ペンダントは友かく連中がハルカを同行する理由はねえはずだ。伊達さん、ハルカは見たこともねえ母親探しにたった一人であの町に乗り込んできた。9歳の女の子がだ。ただ母親に会いたい、その一心でな。ああ、 遥かが俺から離れようとしたって聞いた時、俺は10年前のことを思い出した。何より大事なものを守りたい一心で自分のしたことを信じてた時の気持ちを、今思えば俺は逃げたのかもしれないとも思う。その人間が背負うべき運命を見てられなくて、それを見届ける勇気がなくて、 俺は奴の人生を無理やり曲げちまったんだと。だが心のどこかではこうも思うんだ。運命に逆らった自分は正しかったはずだ。大事なもん守るために必死になった人間はどんな壁だって乗り越えられるはずなんだってな。水木が死んで、遥かはあの小さい体で必死に歯食いしばってる。
あいつが運命と戦うなら、俺はあいつのために命張ってやろうと思うんだ。こいつがあのジャガのアジト。そうだ。伊達さんは例のハルカの捜査を探ってみてくれないか。お前一人で行くつもりか。悪いが今の伊達さんじゃ足手まといになる。はっきり言いやがる。分かった。すまない。死ぬなよ桐生。お客様、お一人様でしょうか。ラウカーロンに伝えろ。キリュウカズマが会いに来たと。いえ、あいにく当店にそのようなものはおりませんが。あの、お客様。うっ、all right, man. Think you should be able to hear me now. It's about to go down. Let's just get something ready here. All right.So they all got swords and I got nothing. Oh! Got him.Oh, they're doing like kung fu and stuff. Boom.Yeah.
He's slow in that beast mode. Look at this guy. You gotta be faster. Oh, that's cool. I want that bow staff. Oh! Where's his bow staff? Is that it? No, it's not. Oh, there's some power stuff right here. I'm gonna try to do this. Where am I supposed to go? There's more power stuff over here. Upstairs. That way. Jump? That did nothing.
Oh. I can't really tell it's gonna be good. Come here. By the fire. Oh! Oh, they got a gun. Oh, and they got stabbed. Come on. Get up. Charges your health and heat dramatically. Sounds good. Look at that guy. Get that item. Dude, I'm getting messed up. Come on.
See, I end up getting surrounded. That's the problem. そろそろ来ると思ってたよ。桐生一馬、12年ぶりか。ラウカール、なんでお前まで島野さんに頼まれてね。なかなかでかいビジネスだ。俺はそういうのに花がつくんだよ。お前も100億。お前らはこの娘の本当の価値を分かっちゃいない。 島野にしてもそうだ。日本の極道っていうのは本当に頭が悪い。ペンダントはどうした？とっくに売りさばいたよ。錦山にね。ドケチな島野には売れんよ。だったらもうその子には用はないだろ。<笑>逆だ。俺たちにはこの娘さえいれば 十分。何？どういう意味だ？おしゃべりはここまでにしよう。俺は力でジャカをのし上がった男だ。キナ、マフィアの怖さを思い知らせてやる。 Yeah, it's kind of getting messed up. Get up. Ugh!
Oh, that's nice. Whoa, I didn't even know how I did that. Heat move. Oh, no, man. Let me get some more heat moves on this guy. Oh. I hate that all the bosses do that. They come back and get more life.
Oh, what the heck? I was hitting X. I need one more heat move and I got no more furniture left. There we go. Got him. の健康犯として逮捕する。なんで誘拐になるんだ、須藤。お前だって見たろ。あの子はあいつに誘拐されたんじゃねえ。何度言われても同じですよ、伊達さん。何？何があろうと桐生の釈放はありません。伊達さん、だから言ったじゃないですか。手を引けって。 おじさんと一緒にいたかっただけど、これ以上おじさんに迷惑かけちゃいけないと思って。バカだな、お前は俺が迷惑してるって思っていたのか。伊達さん、ああ、遅くなって悪かったな。あんたこんなことしたらやばいだろうな。だがもう遅い、逃げるぞ桐生。 やっちまったか。すまない、誰さ。ま、どちらにしても首だったんだ。遅かれ早かれな。それより、この事件、思っていたよりも根が深そうだぜ。何か分かったのか。ああ、これ覚えてるか、遥かをスターダストに連れ込んだ連中のバッジだ。花屋によるとこいつは政府の地下組織のものじゃないかってことでな。 その線で調べてたら出てきたんだ。内閣府の地下組織 MIA ってのがな。 MIA？ ミニストリーインテリジェンスエージェンシー。内閣が直接指揮を取る部隊だ。政治の裏工作から要人の護衛、責任者は警察庁出身の代議士神宮って男だ。こいつが100億や遥かとどう絡んでくるかわからんがな。政治家か。 ラウカーロンが気になることを言っていた。遥かには100億以外の価値があると。 100億以外の？ ああ。どういうことかわからんが、もう一つとっておきの情報がある。東京湾の死体だが、あれ水木じゃない。え？鑑識で身元が判明したんだ。
全くの別人だったよ。はっきりした証拠もある。博多だ。じゃあお母さんはまだ。そうだ、まだどっかで生きてるってことだな。あ、ハルカ、俺はユミオ、お前は水木を探している。だがどんな危険があっても俺がお前を守る。必ず母さんに会わせてやるからな。どうした？ショー出てくるときにつけられてたみたいだ。何？もしかするとジャカの連中かもしれない。くそ、仕方ない。キリュウ、お前はそいつで奴らの足止めをしてくれ。分かった。Hickso! Hickso! Hickso!
なんだ、いるんじゃねえか。おう、組長さんよ。またしのぎ広げることになったからよ。金、使わせてもらうぜ。おい、こら、聞いてんのか。こっちがせっかく動いてやるって言ってんだぞ。てめえ、いい加減にしとけよ。返事もできねえのか、は？あのな、おめえはどこまで至るなんだよ。ったく、まだ連れの切り抜か根性あったぜ。まあ、奴がやっちまったことは、まずいっちゃまずいとしても、キリは。誰がヘタレだって、誰が桐生よりも根性がないんだって。メイドの土産に教えてやる。堂島組長をやったのはこの俺だ。覚えとけ。同じじゃねえか。そうだ、そうだよ。とっくに道は決まっていたんだ。堂島を殺し桐生を見捨てたあの時から。やってやるよ。俺は必ずてっぺんに立ってやる。そのためなら何人だろうがぶっ殺してやる。そうだ、キリュウ、お前の携帯。ああ、すまない。シンジから伝言が入ってる。聞いてみろ。シンジです。
さっき錦山組の門から聞いたんですけど、兄貴の情報、錦のおじきに筒抜けみたいで、そばに怪しい奴がいるはずです。お気をつけて。伊達さん、花屋のところに行ってくれないか。おお、お前無事だったか。どうした？一つ頼みがある。どういうことなんだ、キリュウ。もっと早く気がつくべきだった。歌堀のところに行った時、錦は俺宛に電話をかけてきた。あいつには俺の動きが見えていたんだ。ああ、それに水死体が水木じゃないなら、ペンダントの秘密は誰から。由美は失踪中、遥と錦山が接触したこともない。なら出るぞ、キリュウ。セレナの映像だ。4日前の映像を頼む。お前まさか。そうだ、再生してくれ。ちょっと出てくる。いってらっしゃい。ええ、今キリちゃん出てったわ。なんか堀氏の、そう、歌堀。わかった。それじゃ。あのレイナが。嫌だよ、こんなの。キリュウ、お前がここに来る前、ハルカを探してほしいって女が来た。この話覚えてるか。ああ、この女だ。だってさ、行こう、セレナ。キリュウちゃん、このメモを見ていたらもう分かってるよね。そう、錦山君に情報を流していたのは私。本当に本当にごめんなさい。私、錦山君のこと愛してた。彼に振り向いてほしかった。だから彼の喜ぶことは何でもした。あの人が望むことは何でもしてあげたかった。それがどんなにいけないことかは分かっていたはずなのに。本当バカだよね。でもあなたたちに会って何が大切なのかを思い出した。今さらだけどね。私は責任を取りに行こうと思う。私なりの責任を。レイナ、シンジ君、お前どうした？レイナさんです。兄貴を裏切っていたの。ああ、俺もさっき知った。レイナさん、セレナに錦山さん呼び出して撃とうとしたんです。何？今俺と逃げてます。シンジ、今どこだ？よくわかりません。ミレニアムタワー、サイの河原が見えます。シンジ、待ってろ、すぐに行く。それまで絶対に死ぬなよ。
はるかのことは俺に任せろ。早く行ってやれ。今どこ？雑居ビル跡です。サイの河原近く、バッティングセンターの裏。わかった、すぐ行く。早く来てください。俺が行くまで死ぬな。
昔キャバクラがあった雑居ビルにいる。田中のおじきは女連れて屋上に逃げてるぜ。今おじきを探していた奴らを集めているところだ。お前らも大至急来い。なんだと、アラセの兄貴。そいつはまずいな。兄貴が来たらビル中蜂の巣になっちまうぞ。兄貴が来る前に何とかして終わらせるぞ。とにかく来い。じゃあな。
ード来い。
も無駄や。
しい。
待て。あ、兄貴。キリュウさん、邪魔しないでください。黙れ。近づかんでください。これ以上あんたに組み荒らされたくないんだ。お前シンジに銃向けて恥ずかしくないのか。お前らの兄貴分だろ。悪いのは田中のおじきです。親に背向けて組裏切って。錦は登場会を裏切ってる。本当の裏切り者はどっちだ。うるせえ。俺たちには親が絶対なんだ。親殺しが口挟むんじゃねえ。打ちたけ打てよ。シンジは打てて俺は打てねえのか。何ちんたらやってんだバカ野郎。レナ、さっさと弾いて終わらせろや。Oh!
Ugh.
兄貴、すいません。最後まで信じか、風間のおやっさんはアケビって女に預けました。お、俺の女です。分かった、アケミだ。あ、兄貴、これを。シンジ、お前、シンジ、シンジ。残念だったな、シンジとレイナは。ここ以外に頼れるところがなかったんだ。分かってる。できる限り手厚く葬ろう。ああ、すまん。アケミ？そうだ、シンジは確かにそう言っていた。しかし、そんな名前の女いくらでもいるぞ。それだけじゃな。いや、そうでもねえ。ああ、錦山組の田中の頭は実は風俗好きでな。知ってたか、桐生。まあな。ここ何年か奴が通ってる店がある。桃源郷ってソープだ。そこのナンバーワンが確か明美。なるほどな。ただしだ、そこは普通の店じゃない。ビル一軒丸々ソープになってるが、看板もねえし、パッと見じゃそれとわからねえ。しかも一回遊ぶのに100万はかかる。100万？現役のタレントやらモデルやらが働いているんだ。選ばれた人間の遊び場さ。おじさん、ソープって何？ん？うん、その、まあ風呂屋だ。いや、サウナか。俺に振るな。銭湯ってこと？いや、それとも少し違って、そのおじさんは行ったことあるの？ん？あ、あ、まあ、いや、うん、嘘。私どんなとこか知ってるよ。何日も歩いてたんだから。こりゃ一本取られたな。
桃源郷に入るには桃源郷の会員証が必要なんだ。そうだ、神明という女が桃源郷で昔働いていた。今はピンク通りの社員とかいうキャバクラで働いてるはずだ。神明に会えば早く手に入るかもな。最近の不良はいろんな格好のやつ。